クレードル山国立公園は、オーストラリアタスマニア州の北西地域にある広大な国立公園で、公式名称はクレードル山イコールセントクレア湖国立公園である。この地域は広大なため、便宜上、クレードル山国立公園とセントクレア湖国立公園に分けて説明する。1982年、この一帯はユネスコの世界遺産に、 タスマニア原生地域として登録された。オーストラリアのタスマニア東北部のロンセストンから北西へ車で約2時間のところに位置する国立公園。1982年ユネスコの世界遺産に登録されたタスマニア原生地域の中核を占める。クレードル山をはじめタスマニア最高峰のオッサ山を中心に1500メートル以上の山々が並ぶ。 神秘的な自然美にあふれる山と湖、深い樹林、静かに佇む湖、小川、人に慣れていない、野生動物、鳥、手つかずの樹木、横たわり朽ち果てる倒木の数々。クレードル山国立公園は大自然の宝庫である。タスマニアの霊温帯雨林がある。夏にワイルドフラワーの花が咲き、秋に森林の紅葉が広がる。 文明に汚されていない大自然を求めるなら、ここがタスマニア観光の頂点であり、オーストラリア全体でもトップクラス、いや、世界のトップクラスだろう。宿泊施設、道路、トレールは、それなりに備わっている。オークレイさんからペリーオンさんの山並みを望む、クレイドルバレーーズクレイドルさん国立公園の中心となる町は、クレイドルバレーである。 街の経済のほぼ全部が観光に依存している。観光拠点として、公的施設のビジターセンター、公的施設のレンジャーステーションインタープリテーション、センター、有料のクレードルシャトルバスがある。観光ヘリコプターや観光乗馬もある。約20軒の宿泊施設があり、レストラン、カフェ、土産物店がある。宿泊施設は高級のクレードルマウンテンシャトー。 クレードルマウンテンロッジ、クレードルマウンテンウィルダーネスビレッジから経済的なバックパッカーまで各種ある。小さなスーパーマーケットは1店舗ある。宿泊施設のディスカバリーの付帯施設で野菜、食品、嗜好品など一通り揃っているが品数は少なく肉は全部冷凍してある。アルコールはディスカバリーに宿泊する人しか買えない。必要なアルコール。 食品、雑貨品は、近隣の町で購入してから来た方が良い。ガソリンスタンドは1件あるが、近隣の町で給油してから来た方が良い。近隣の町鉄道はない。飛行場はない。最も近い飛行場は、53キロメートル離れた、クイーンズダウン飛行場である。車なら、北東から入るルートと、南西から入るルートがある。どちらも、舗装道路である。 北東から入るルートは、デボンポートからシェフィールドを経由して1時間半である。または、ロンセストンからシェフィールドを経由して2時間半である。南西から入るルートは、クイーンズタウンや、ストラーンから、ローズベリー、ローズベリーを経由して2時間である。バスは、マクダーモット社のコーチや、タジーリンク社のコーチがある。マクダーモット社のコーチを例に挙げると、実月水金に、 ロンセストンを8時30分出発、クレードル山国立公園に11時20分に到着する。袋はクレードル山国立公園を14時30分出発で、ロンセストンに17時30分到着する。片道大人料金は55号ドル。要予約。タジーリンク社はロンセストンからデボンポート経由のルートと、ストラーンからクイーンズタウン経由のルートを運行している。 ドーブことクレードルさんドーブことクレードルさんクレードルさんを後にしたオーバーランドトラックビジターセンターで情報収集する国立公園パスもここで買うクレードルシャトルバス観光ヘリコプターもここから出発している国立公園パスの料金は複雑なので数例を挙げるが詳しくは英語の案内を見てくださいを利用できるクレードルさん国立公園 エンチャンテッドウォークレイオンタイウリンの木道クレードルさん国立公園エンチャンテッドウォークレイオンタイウリンクレードルさん国立公園エンチャンテッドウォークレイオンタイウリンの小川と東北クレードルバレーで見る野生のオンバットクレードルさん国立公園の醍醐味は大自然の景観であるそれを味わうには少しでも良いから遊歩道を歩くことだ平坦な木道を5分から20分ほど歩く簡単な コースから自分で食料を持って約6日間も歩く難関で有名なオーバーランドトラックまで様々なルートがある。2時間以上の遊歩道を歩くときは遊歩道の入り口で登録ノートに記帳する。歩くときは必ず記帳してくださいと英語で書いてありノートとペンが置いてある。名前、国、人数、行き先、入った日時を記入し帰ってきたときに 帰ってきた日時を記入する。タスマニア政府の公園、野生生物局は遊歩道の難易度を5段階評価している。概要は以下のようだ。レベル1、ブッシュウォーキングの経験不要。道は、表面が平らで硬い。階段なし。坂なし。補助者がいれば車椅子で行ける。レベル2、ブッシュウォーキングの経験不要。道は、表面が平らで硬い。坂はある。 階段は、時々ある。レベル3、ほぼ全年齢の健康者向き。ブッシュウォーキングの経験はあればあった方が良い。道の表面がデコボコ、短い急坂、多数の階段のどれかがある。レベル4、ブッシュウォーキングの経験は必須。歩行距離は長く、道の表面はデコボコ、傾斜はきつい。案内標識は少ししかない。レベル5、緊急処置や、 地形読み取りスキルを持つブッシュウォーキング経験者向き。歩行距離は長い。道の表面はひどくでこぼこ。傾斜はとてもきつい。案内標識はない。エンチャンテッドウォークはタスマニア政府の公園野生生物局の偉大なショートウォーク60の裏にあり、レンジャーステーションインタープリテーションセンターから平坦な木道を往復所要時間20分ほどで歩く簡単なコースである。 難易度レベル2。国ベッドだけウォークは平坦な木道を往復 1km、所要時間45分で歩く簡単なコースである。非公式な評価では難易度レベル2。出発点はクレードルマウンテンロッジの前の道路を横切った地点レンジャーステーションインタープリテーションセンターから徒歩1分の地点である。道ブ湖一周はタスマニア政府の公園野生生物局の 偉大なショートウォーク60。許可を受けたツアーバスは行ける。通常はビジターセンター発着のクレードルシャトルバスで行く。ビジターセンターに駐車し、そこから乗るのがおすすめだ。クレードル山国立公園は山の気候で変化が激しい。夏でも寒く、冬は寒い。雨も多い。クレードル山に関するカテゴリー。ありがとうございます。